versus the world. に意志を委ねるな。これはお前の道だ。山でモンスターにやられ、あっけなくおじいちゃんは死んだ。決めたよおじいちゃん、僕冒険者になる。ここが迷宮都市オラリオン。ファミリアを探しているのかい？神様、そこにいた。神様、今日こそいっぱいダンジョンでバリスを稼いできますね。ああ、頼んだぜ。けど、無茶はしちゃダメだよ。君が帰ってくることが一番大事なんだからね。はい、それじゃあ、行ってきます。しないようにしなきゃ。この辺りはだいぶ慣れてきたけど、ダンジョンでは一瞬の油断が命取りってエイナさんも言ってたし、気を引き締めないと。神様、今戻りました。
おかえり、ベル君。探索はどうだった？倒したのはゴブリンばかりで、稼ぎはそんなに。まあ、冒険者になったばかりだからね。慌てずゆっくりやればいいさ。一歩一歩前進して、いつかヘスティアファミリアをビッグにしちゃおうぜ。はい。まあそうだ、次の探索の前に君に僕の力を託しとこうかな。たとえ離れた場所にいようとも、僕らはいつでもつながってる。それが親と子供の絆ってもんさ。遠慮せず僕のこと頼ってくれよ。神様だからね、僕はいつも君たちを見守っているよ。改めてよろしく。それじゃあ僕を編成して次のバトルに行ってみようか。出発しましょう。油断しないようにしなきゃ。よし、今日も頑張らないと。いっぱい稼いで神様に美味しいもの食べさせてあげないと。無事を願ってる。だから君も苦しい時は僕のことを思い出してくれよ。守ってあげるよ。力が湧いてくる。神様。探索はどうだったかな？はい。神様の言葉を思い出したら力が湧いてきて、いつもよりモンスターを倒せました。神様、ありがとうございます。なんて可愛いんだ。僕は本当に君の神様でよかったよ。よし、今日は僕がご飯を作ってあげるから、君はそこでのんびりしててくれ。
をクリアすると次のステージが解放されるぜ。引き続き頑張ってどんどんクリアしていってくれよな。出発しましょう。油断しないようにしなきゃ。ダンジョン探索にもちょっとは慣れてきたかな。もっと頑張って、いつかおとぎ話の英雄みたいに凶悪なモンスターをやっつけて、そしたらおじいちゃんが言ってたみたいに可愛い子と出会ったりして。よし、今日も頑張ろう。大丈夫ですか？アンガトよ。ん？あ？え？と？どうしたんだあれ？大丈夫なのか？駆け出しが無茶して同時踏んだんじゃね？ただのドジスケか。エイナさーん！ベル君！アイズ・バレンシュタインさんのことを教えてください！ダメじゃないの、いきなり5階層まで潜っただなんて。パーティーを組まずにソロでダンジョンに潜ってるだけでも危険なのに。いつも言ってるでしょ、冒険者は冒険しちゃダメだって。はい、すいません。ベル君、
君はすごい幸運なんだよ。ダンジョンに潜り始めてまだ半月のレベル1の冒険者がミノタウルスに襲われて生きて帰れたんだから。はい、とにかく無事でよかった。今度から気をつけるんだよ。あと血まみれで街を突っ切るのもやめようね。はい。それでアイズさんの情報なんですが。何？もしかしてベル君、助けてくれたバレンシュタイン氏のこと好きになっちゃったのね。はい。アイズ・バレンシュタイン、ロキファミリア所属、現在のレベルは5。剣の腕はオラリオでも1、2を争うとされ、神々から授かった称号は剣の姫、剣姫。そのくらいは僕でも知ってます。そうじゃなくて、趣味とか好きな食べ物とか、あとその特定の相手がいるのかとか。そうです。今までそういう話は聞いたことないな。本当ですか？でも現実的に考えて難しいと思うよ。君はもう神ヘスティアの恩恵を受けたヘスティアファミリアの一員なんでしょ。ロキファミリアで幹部も務めるバレンシュタイン氏とお近づきになるのはいろいろ問題があるの、わかるよね。ほら元気出して。今日稼いできた魔石換金していらっしゃい。はい。じゃあ僕、今日はこれで。ベル君、あのね、女性はやっぱり強くて頼りがいのある男の人に魅力を感じるから、めげずに頑張っていればバレンシュタイン氏も強くなったベル君になら振り向いてくれるかもよ。はい、ありがとうございます、エイナさん。ちょっと甘かったかな。ベル、冒険者ならダンジョンに出会いを求めなくっちゃな。醜悪な怪物からか弱い女冒険者を助け感謝され、いい仲になる。これぞ冒険の醍醐味ってやつだ。死んだおじいちゃんの言ってた通りだ。ま、立場は反対だったけど、頑張らなくちゃ。神様、今帰りました。みゃー、おかえりベル君。今日は早かったんだね。はい、ちょっとダンジョンで死にかけちゃって。大丈夫なのかい？痛くはないかい？もし君に死なれたら僕はショックだよ。大丈夫ですって、神様。
僕はヘスティアファミリア唯一のメンバーですよ。神様を路頭に迷わせるようなことはしませんから。よし、行ったな。なら大船に乗ったつもりでいるから覚悟しておいてくれよ。そうだ、今日は君に美味しいお土産が。どうしたんですか、そのジャガマルくん。僕、最近ここの屋台でバイトを始めたろ。お客が増えたご褒美にもらったんだ。夕食はパーティーとシャレ込もうじゃないか。ベルク、今夜は君を寝かさないぜ。すごいです、神様。それにしてもいないね。このファミリアに加わりたいって子は、僕が無名の神様だから仕方ないのかな。どの神様の庇護の下でも、受ける恩恵は一緒なんですけどね。まあ、僕はもうしばらく二人きりでもいいんだけど。いや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 、確かにベル君一人に負担をかけるのは心苦しいと思ってるんだ。気にしないでください、神様だって働いてくれてるじゃないですか。今夜こうして夕食まで調達してくれて。こんなことしか。せめて神の力アルカナムを使えればいいんだけど、下界では発動させないってルールがあるし。ごめんね、こんなヘッポコな神と契約させちゃって。何言ってるんです、神様。僕たちのファミリアはまだ始まったばかりです。ここを乗り切ればきっと生活も楽になりますからね。ベル君、ありがとう。君みたいな子に会えて僕は幸せ者だよ。それじゃ僕たちの未来のためにステータスを更新しようか。はい、神様。ベル君、君はダンジョンの夢を見すぎだよ。あんな物騒な場所に君の求めるような出会いなんてあるもんか。はあ。そのアイズ・バレンシュタインだってそれだけ強くて美しいなら他の男がほっとかないよ。お気に入りの男の一人や二人囲っているに決まってる。神様、なんだか怒ってません？怒ってない。はっ。印象結構上がりましたね。うん、ミノタウロスに追いかけられたせいだろうね。魔力はまだゼロか。僕、魔法を使えるようになりますかね。それは僕にもわからないな。あ、神様、このスキルの欄は？うん、ちょっと手元が狂ったんだ。いつも通り空欄だよ。ですよね。何か早く強くなる方法があればいいのにな。下界の子供たちは本当に変わりやすいんだな。普遍の僕たちとは全然違う。リアリスフレーズ、早熟する。思いが続く限り効果は持続し、思いの丈で効果は向上する。おめでとう、ベル君。君にもついにスキルが発動したんだね。でも悔しいよ、他人の手で君が変わってしまったことが。
いよお待ちかね、ステータス更新の時間だぜ。まずは僕たちのホームに戻ってみようか。まだまだ。どうだい、ステータスは上昇したかい？この先ダンジョン探索で行き詰まったらステータスを更新して挑み直すといい。きっとそれまで倒せなかった強敵も倒せるようになるはずさ。